長ささらです。鈴木つづみです。つづみちゃん、今回は探索をするということだけれど。そうね、今回は研究素材や質のいい武器、防具集め。今回の探索は危険な箇所ばかりだけれど大丈夫なの？ふふふ、ささらの俊足と私のナビゲートさえあれば大丈夫。本当に大丈夫なのかな？大丈夫大丈夫、このまま南東に向けて走るわよ。ここまではバックパック探しで探索に来たよね。そうね、でもここまでは南東の入り口みたいなもの。南東地域は危険地帯だって聞いたよ。ふふふ、危険なところにこそお宝が眠っているわ。まずは近場の遺跡から探索だね。つづみちゃん、これどうかな？プレートジャケットね、軽い割には防御性能も優れているし、今のササラにぴったりね。着替えたら？うん、あまり荷物持てないからここで着替えるよ。サーベルもここで変えていくね。足防具はササラは使えないわよ。そうだね、いつか会える仲間のためにもらっておくよ。ここの探索終わったよ、次の遺跡に向かうね。ササラ、嬉しそうに扉叩いているところあれだけれど、ピッキングの練習もしないとダメよ。うん、わかっているよ。でも開けられない扉は叩くしかないからね。つづみちゃん、これって食べられるのかな？古代の糧食って腐ってはいないようだけれど、栄養価も高いようだし、昔の技術ってすごいわね。これで当分食料の心配をしなくて済むね。そうね、あとは寝る場所も確保できればいいけれど。ちょうど寝袋が置いてあるし、ここを拠点にして探索を進めるね。ここって遺跡というよりは誰かの拠点だったところだよね。そうね、テックハンターが南東探索の拠点として使っていたのかもしれないけれど。使っていたって、以前バックパック見つけたところといい廃墟ばかりだよね。こんなところでお宝探ししていて本当に大丈夫なの？俊足のササラなら大丈夫、それよりも貴重な本を持ち帰るわよ。ササラ、もう少し荷物持つことはできそうかしら？もう少しなら大丈夫だよ。荷物重くて走れなくなるといけないから、持ち帰るのは本だけにするわよ。そうだね、でもこのままだと本だけで南東の探索終わっちゃうよ。それなら一旦引き上げるわよ。拠点として使うアウトポストまで戻ってきたけれど、ここに一旦集めた本や武器を置いておけばいいんだね。そうそう、重くて走れなくなる前にここに戻ってくればいいわ。また身軽になったから次の遺跡の探索に行けるよ。次はこの塔ね。塔にはいい思い出がないんだけれど。なぜこの世界の塔ってヤバい野生生物ばかり詰め込まれているの？ふふふ、今回もじっくりおびき寄せて走って走って。外におびき寄せた奴らは振り切ったよ。残っている奴らもおびき寄せるね。そうそう、上手になったじゃない、ササラ。もう一回おびき寄せれば。ササラを食べないで。私が無茶なことをさせてしまったばかりに。食べるなら私を食べなさいよ。つづみちゃん、私なら大丈夫だから。ササラ、無事でよかったわ。一旦退いて立て直すね。ササラ、もうこれ以上無茶しないで。あれ、誰か吹き込んじゃったようだよ。ふふふ、ご当地勢力のうちの一つ、スケルトン盗賊ね。私、迷惑なことしちゃったの？大丈夫、クモがいなかったらササラに襲いかかってくるような奴らだから。今がチャンスだからお宝探し進めるね。そうね。つづみちゃん、この金庫のピッキング難しいよ。大丈夫、スケルトン盗賊もいるし、っていつまでも持ちこたえてくれるとは思えないけれど。もう夜明けちゃったよ。ササラ、よく頑張ったわね。やったー、つづみちゃんに褒められたよ。脱出して荷物を気に帰るね。ここは大量の雲が詰め込まれているということはないよね。あれ、小さな機械の雲さん。ササラ、小さいからといって油断したらダメよ。うん、気をつけておびき寄せるね。でもこの機械の雲って元の場所まで戻ってこないの？そうね、ここの扉閉めてしまいましょう。これ以上いないなら扉閉めちゃった方が安全だね。なかなかのものだけれど、ササラにはまだ早いかしら。つづみちゃんの言い方何か引っかかるよ。でもこれ来たら走れなくなりそうだよ。ふふふ、探索終わったら筋トレもしないとね。筋力とか戦闘スキルはまだこれから訓練必要だけれど、走るのはもう誰にも負けないよ。そうね、残る遺跡の探索もサクッと終わらせてしまうわよ。遺跡から警備スパイダーをおびき寄せてから行こう。一気に遺跡にダッシュして振り切る、もう楽勝だよ。ここもさっさと探索済ませちゃうね。お宝なかなか見つからないね。次のテストは。一体どこから入ってきたの？とりあえずは近くのところから漁って。そんなこと後回しにしてさっさと逃げなさいよ。うん、そうだったね。
では残りの遺跡もサクッと探索して終わらせるね。つづみちゃん、このコートってどうかな？ロングコートね。これがあれば酸性雨が降る地域での探索もできるわ。南東から持ち帰るのはこれだけのものだね。ふふふ、武器や本が盛りだくさん。3往復くらいすれば持ち帰れそうかしら。3往復もするの？さあさあ、走った。ふふふ、今度は酸性雨降りしきるエリアの探索よ。つづみちゃん、南東の遺跡では見かけないものが出てきたよ。隠密行動に特化した義足だけれど、今後使い分けても良さそうね。残り2カ所の探索もサクッと済ませちゃうよ。他の遺跡はどうするの？ここには交渉跡もあるけれど、今回はパスね。わーい、私の足とお揃いだよ。そうね、さらに傑作品とはすごいわ。予備としてお持ち帰りするね。次は北西部の探索をするわよ。私のお家から近いところだね。本と資材を拾ったらお家に帰れ。ビークシング倒れているから食料のお肉持ち帰りたいけれど、これ以上バックパックに入らないよ。そうね、せっかくの食料確保のチャンスだし。ふふふ、バックパックならもう一つあるわ。クズカボ以外持っていないよ。そのバックパックというのは肉バックパックのことよ。肉バックパックってビークシングごと担いで持ち帰ればいいんだよね。ふふふ、ササラはまだまだ甘いわね。これ以上何かあるの？そのたった今抜き取ったお肉をもう一体の死んでいるビークシングに詰め込むの。怪獣とはいえここまでするのも。何言っているの？奴はただのバックパックよ。うん、バックパックなら問題ないね。これで2等分のお肉と皮を持ち帰ることができるよ。いい防具たくさん見つかったね。そうね、ササラ一人で使うには多すぎるわ。もう探索終わったから拠点に帰。つづみちゃん、これってササラが解き放った警備スパイダーが暴れてしまったようね。せめてこれ以上動物の被害が出ないように警備スパイダーを機能停止させるくらいしかできないわね。それならせめてこの子くらいは治療したいよ。ふふふ、ササラは相変わらず優しいわね。でもここには人を食う種族や野生生物が。でもこいつらのせいで困っている人は動物さんたち多いんだよね。そうね、確かにササラの言う通りだけれど、今のササラには。つづみちゃん、私戦闘も頑張って強くなるよ。もし喋れないササラが倒れても誰も助けてくれないわよ。それでもいいの？そう、それは困るけれど、でもこれ以上逃げ回っていても仕方ないし、困っている人を助けながらいつか一緒に行動してくれる仲間を見つけたいよ。そうね、今回の探索で武器や防具も揃ったし、次回からは本格的な戦闘訓練ね。ササラ、訓練が辛くて泣き出すんじゃないわよ。な、泣かないよ。多分。ふふふ、泣き虫ササラがどこまでやれるか。引き続き解説コーナーです。つづみちゃん、今回のお題は何になるの？ふふふ、今回のお題はこちら。本編でもビークシングに肉を詰め込んで運んでいたけれど、そのビークシングバックパックを含めて紹介していくわね。まずは人型バックパック。いきなり字面が不穏だよ。ふふふ、これは仲間や多勢力の NPC に荷物を持たせて担ぐバックパックね。多勢力の NPC に荷物渡すと盗品フラグつかないの？バックパックを閉めるか盗品ロンダリングをすればいいわ。次は荷運び用動物バックパック。移動の足手まといになるからとか言って、ブルやガルを荷物ごと担いで移動している勢力いるよね。どこのプレイヤー勢力のことかしら。最後に野生生物バックパック。ササラが本編でビークシングに肉を詰め込んで持ち運んでいたように、動物の肉や皮などのデスアイテムを本来の数量以上に持ち運ぶことができるわ。お肉はいくつまで詰め込むことができるの？16個までね。木製バックパックほど持ち運ぶことはできないけれど、今回のササラみたいに木製バックパックがない場合や、少しでも多くのお肉を持ち帰りたい場合は試してみてください。本編、解説コーナーは以上です。もし、よろしければコメントと高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。